今からレンズ豆のスープ、アタススープというのを作るんですけれども、こちらオレンジ色なんですけれども、実は完成するとですね、このオレンジ色が黄色くなります。なんと不思議な。でですね、作り方は至ってシンプルで、ささっと豆を洗ってですね、油を通してお湯を加えてですね、塩とスパイス、今日はクミンとコリアンダーパウダーを使います。そこにですね、スープストックを入れてひたすら煮込みます。最後に玉ねぎをですね、こう素揚げしたものを最後にじゅわっとそこのスープに、混ぜるという工程で、非常に簡単なので、結構最近はハラールショップなんかには1キロ2、300円で売ってます。1個でいいかな。もう結構なんか潰す感じで、こんにちは。こんにちは。ダイアログフォーピープル、 D4P のフォトジャーナリスト佐藤圭です。今日もですね、はい、前回に引き続き、ジムネットの斉藤良平さんにお越しいただいて、From Kitchen to the World をお送りしております。第2品目はですね、はい、こちら何でしょうか。こちらですね、アダススープと言いまして、レンズ豆のスープになってます。はい、はい、先ほどの映像の中にも出てきましたけど、はい、オレンジ色のちっちゃい、あれが豆そのものなんですね。そうなんですね。ちょっと持ってくればよかったですね、はい、実はスープが今黄色いんですけれども、はい、煮込む前っていうのは本当、うん、オレンジ色をしておりまして、はい、まさかこんな色になるなんて想像がつかないんですけれども、うん、煮込むと黄色くなりますね。はい、はい、でこれ僕も中東で取材しているとよく食べるんですね。どこに行ってもとにかく出てくるということで、うん、もう本当日本でいう味噌汁のような、家とかレストランとかで多少味付けは違いつつも、ね、うん、まあ、基本はこれって感じですよね。そうですね、どこのレストランでもアダススープがないっていうところはおそらくないんじゃないかっていうぐらいですね、うん、どこの店でも作ってますね。はい、もう香りが素晴らしい。そう、使ってるスパイスなんかもですね、はい、店によって違って、はい、で僕は僕で好みのスパイスを使って作ってるんですけど、はい、ではまずはいただきます。うん、いやもう懐かしの中東の味そのままというか、うん、これが日本で作れるんですね。そうなんですね、意外と作りやすくてですね、うん、中東料理動画でも紹介しましたけれども、こちらも30分以内で作れる、はい、いや1品目のババガヌージュも本当に火使うのはナス炙るとこだけでしたし、まあ、これにしてもこう玉ねぎをこういわゆる炒めるじゃなくて素揚げするっていうところがちょっと特殊なプロセスではあったんですけど、そうですね、それほっとくだけですもんね、うん、そうですね、僕はたまたま油で揚げ焼きした玉ねぎを最後にじゅわっとやるのが好きなんですけれども、はい、通常ですね、最初に油で玉ねぎをちょっと炒めてその中に豆を入れるっていう方が、うん、まあ、スタンダードなので、そうすると本当に鍋一つで、はい、ただ煮込むだけということで、うん、かなりお手軽な中東料理なんじゃないかなと思います、はい、でこれなんと味変が可能で、このレモンですね、これをこう絞り入れることでこれがまた合うんですよね、本当にポイントとしては、はい、ちょっと濃いめの味付けにしておいて、うんうん、レモンで薄めるっていうのが好きです、はい、うん、もう口に入れる前からレモンの香りが立って美味しい。ケイさん、そういえば昨年までもよく、はい、イラクの現場でご一緒しましたけれども、ね、はい、最近このコロナ禍でまあイラクに限らず海外の取材といけないんじゃないかと思うんですけども、はい、そうですね、どういった活動をされてるんでしょうか。はい、もう本当に良平さんが出張で行かれているイラク北部クルド自治区のアルビルという町は、うん、もう僕らも本当に 2,3 ヶ月に一度ぐらい行っていたような状況だったんですけれども、うん、最後に行ったのが、今年の年明けですかね、ギリギリ去年の暮れから年明けにかけてだったんですよね。でその時はその時でこう、うん、イランとの間の緊張があったり、はいはい、何かこれから
またこう IS が勃興してきたりと大変なことになるなという思いがあったんですけれども、うん、やっぱりそこからこのコロナ禍となり、自分自身が行けない、うん、であの向こうの現地の人々もなかなかこう自由に外が出れない、うん、特にアルビレではあのかなり強烈なこうロックダウンもあったということで、そうですね、あのロックダウンがあったり、はい、あの緩められたり、まあその繰り返しが先が読めないですよね。そうですね、はい、そうした中でね、あの結構現場のことはあの取材されてたと思うんですけれども、あの現在はどういってし、あの、はい、どういった取材をされてるんでしょうか。もうやっぱり自分自身で行けないので、こう信頼できるこうパートナーと一緒にこ こういう問題があるよねって、それってあなたはどう思うとか、それに対してこう知っている人を紹介してほしいだとか、こうオンラインで話を聞くというのがメインになっています。でもそれは本当にあのジムネットさんとも一緒に活動させていただいたおかげもありまして、まあ現地の人々とのちゃんとしたコミュニケーションが取れてる状態だったので、こういうことができていますけれども、じゃあ今から、その自分自身が声を上げれない人たちにどうやったら僕たちがアクセスできるのかっていうのは今後の課題になってくると思いますね。で特にあのこう世界中がですね、国境を閉じてコロナ禍の感染から守ろうという形をとってますけれども、それってこうコロナウイルスの感染拡大の防止にはなるかもしれないですけれども、その人たち自身がその地域や国の中でこう抑圧されて迫害されている状況だとしたら、外に出ることができないっていう状況なんですよね。で、そういう人たちの声をどのように届けていったらいいのかっていうのは、まさにこう現地の人との連携でこれからまた新たな挑戦をいろいろやっていかなきゃいけないなとは思っています。本当ですね、また現地でご一緒できたらいいですね。そうですね、はい、幸いあの現地の空港は空いているということでしたので、またあのこれの放送した時にも、また状況は変わっているかもしれないですし、僕たち自身もまたそういった現地の人の声を、どんどん届けることができたらなと思っています。はい、ですので皆さんもですね、このレンズ豆日本でも買えるということですの で特にあのちょっとこれやっぱり味をこう味わってほしいんですよね。映像で見るだけではやっぱり言葉でも伝えることができないこのレンズ豆、レンズ豆のスープ、何でしたっけ、アダススープ、アダススープをぜひご家庭でもご賞味いただいて、まあ、中東のことにまた思いを馳せていただけたらなと思っています。これが2品目ということで、はい、はい、3品中2品目を作っていただいたんですけれども、はい、次回3品目はまさに斉藤良平といえばこれという、はい、そうです、マックルーベというですね、あの家庭料理、まあ、まあ代表的な家庭料理なんですけれども、あの、まあ、メインの料理になりますね、はい、あの大々的にひっくり返す料理ですので、ぜひお楽しみにしていてください。良平さんは別名マックルーベ王子と呼ばれておりますので、皆様ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。呼ばれたことはありません。では次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。